こちら、こちら関係ない、自販機は何も関係ないんですけど、はい、なんとですね、今日仁太に内緒でですね、ある店を、ね、予約というかアポを取っておいたんです。アポとかかっこいいこと言ってアポ取っておいたんですよ。本当に俺知らないからね。何知らないでしょ。怖い。こんなことないじゃん。こんなことないですよ。挨拶してから企画考えるくらいの。これ実はね、俺のお母さんがね、ここ行ってみって言ってきたの。あ、じゃあ行こうと。行ったことないんだ。な、二人とも初なんだ。初。でも俺ね、めちゃめちゃ気になったんだ。いや、行くしかない。行きましょう。行くしかない、それはもう。シッシッ。いや、まあ、行きますぐだから。ここだって。カナオくんくんしてみよう。めっちゃ面白そう。俺匂いフェチだからね。でしょ、俺たち匂いフェチじゃん。匂い大好きだから。大好き。なんかね、めちゃくちゃ臭かったり、匂い、香辛料だったり。めっちゃいいよ。めちゃめちゃ好きですよね。詰まってるけど行きましょう。シシ見てください、これヒカキンさんとか桐崎英二くんが使ってたやつ。よく見てね。シュールストリーミング T シャツね。臭い匂いもあるんでしょ。いい匂いだけじゃん。いや臭い匂いある。行きましょう。めっちゃな。うわ、行ってきてよ。え、もう臭くない？それお前の口行けよ。俺か。え、やばした臭さ。やば、やってみよう。めちゃくちゃ臭いやつだ。え、普通が出るから39だし、ルーちゃんの下にくっつけるの。みんな兼用パーティー。ああ、そういうこと。有害ガスパンチキ。そんな名前なんだ。俺たちの息有害なんだ。やってみて。もういいのかな。もういっちゃう。125。え、ちょっと臭いやん。いや、大体ちょっと臭いんじゃない。洗濯機ぐらいの臭さ。わかりづらすぎるだろ。きますよ。本当に高い。200ケージなんて駅のトイレだから。どうしよう俺4000とか言ったら。うわぁ85くな。神社の方が息臭いってことで。めっちゃ最悪になった。ちょっとでも臭いまで臭そうな感じだからね。シシ、え、ちょ、神社、まあ、え、臭いらでレベル2だぜ。臭いらレベル2。今後ずっともっと臭いな。レベル2ってことは俺の靴と同じってことだ。そうそう。相当これ臭いじゃん。これ見て、動物って鹿、クジラ、霊氷。霊氷っていう氷じゃん。え、めっちゃ楽しみ。いけ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 。いつも俺のおならとか嗅いでるんだよね、これ。あー、臭い。うまく締めれる。なんだこれ。カイリコ。ぜぇ、あ、クジラ。クジラじゃない。カイリコ、これなんだ。なったみたいな。こら。病院みたいなね、これは。そんな全然臭くない。カイリコ、クジラ。クジラ。クジラの匂いだ。クジラの匂いだ。ただいけないよ。どんな匂いなの？どうすんの？うわー、なんだろうな。調味料みたいな。あー。なんて言うんだろう、土みたいな、なんか、マッサージ屋さんで、いいんじゃないですか。かげるような。かげる。すぐ一緒に行っちゃう。シカ。シカ臭そう。シカ臭そう。シカ一番臭い。冷凍臭すぎでしょ。こうする。すでに。ただの。むしろいいの。女の子みたいな。独特な女の子がいいの。おばあちゃんが。シシ。臭いや、こ臭いや、天日干ししたもの。臭いや、今のところでも臭いやろ。なんだろうこれ。初、これ芸人さんが書いてるやつですね、テレビ。え、あ、全然いいよ。なんか臭いけど、全然全然臭いけど、あのおつまみみたいな、うん、食卓で出てるもん。うん、食卓で、こっちは一緒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 。全然燻製だよね、燻製。ああ、もう全然全然おつまみにある。シシドリアン。ドリアンって臭いの？いい匂いなのもう興味ない。あ、でも肩こり用とかこれをかけば肩こり治んの？そんなことある？うわ、治ったもん。いや、ドリアン行こう。ドリアン臭いの？うわ、マジ臭そう。見た目臭ってるやつ。なんかでももうお腹痛くなる。気持ち悪いもん。これ何？ドリアンって何？フルーツ？どういう系統？ちょっと楽しみ。ちょっとしか書けない。で、吸ったらなんか CG にそう。鼻に来るんだ結構。
単純に腐ってんだよ。そうそうそう。でかっ。腐ってるし、でかすぎるだろ。ああ、ただ単に腐ってるね。まシシエスン注意、エスン注意。レイターズ A。 え、レイターズ A。 あ、ブライアンか。ブライアンだ。コーヒーの香りで鼻折りセットだって。うわ、めっちゃいい匂いする。ほんとだ、超いい。これでリセットされまして、じゃあ、キキカメムシやろ。なんやねん。 A、B、C あるから。いいよ。いいね。開けないでね。近づけとき行ってね。行きます。ちゃんと書かないと。待って、リアクション。おい、開けてる、開けてる、開けてる。普通に開けて。何してんの。普通に開けて。ここからレベル4。急に上がったな。臭そう。知らないよ、これ。いや、ドリアン臭いでしょ。怖いよ。マジ？行きましょうか。草豆腐って名前ついてんじゃん、臭いって。見た目やばい、食べ物なの。マジ怖え。何？だって虫いるもん、臭すぎて。臭い、タカルビだった。臭い、涙目。うわぁ、くっせぇ。この一緒感じみたいな。一緒やろ。まあでもいいね、本当は。シシ。18禁があるんですよ。え、年齢。ああ、一応ね。オッケーなんだ。フェロモンって意味で18禁な。え、何これ。男性フェロモン、女性フェロモン。え、なんでさ、女性がなんで男性フェロモン、男性フェロモン。変態だ、変態。あー、いや、全然、洗濯機やね。女性は女性だもん。エロい、全然わかんない。シシ。これマジ臭そう。てかレベル4なんだよ。誰の。いや、早いって。これ多分クレヨンしんちゃんのヒロシ、ヒロシと一緒。スネゲの感じ切ったね。スネゲの感じまで出してくる。では私がいかさせていただきます。いや、指先とか臭い。いや、全然臭いけど、さっきのが臭すぎ。これない方がいいんじゃない。多分変えてみ。臭いけど薄い。くっせっけって感じ。確かに、うん、くっせって感じ。あっちは、うん、全然耐えれるよね。くっせおえおえあと暴れていくやーた。いきましょう。シシ。一番臭い、世界一臭いって言われる。最後になる。すごくない。これいこう。カレー臭。あ、カレー臭でもカレー臭臭いもんね。いきますよ。あー、ここ。うそ、マキ。でももっとすごい人いるよ。普通にめっちゃ嗅いだ俺。鼻つけてめっちゃくせえ。でも俺嫌いじゃないか。え、ドルビギだよ。え、いつかこうなんだからって言われる。え、なる。受け入れとかないか、今のうちに。シシ。これラスト、シュールストリーミング。スウェーデンからやってきた一番臭い感じね。ニシン、魚。いくよ。怖っ、全然想像できない。リアクションも俺見たことない。あー、怖えー。これ初めて感じますよ、これ。大体みんなそう。そっか。あと最近俺唾多いことに気づいた。あー、魚なんだこれは。怖い。じゃ俺がバッてやってあげる。ちょっと食って、うん。あー、臭いけど全然。え、あれ全然。もう一回、もう一回。いや、全然ドリアンの方が全然だよ。マジ？これまだ臭いんだよ、めっちゃ臭いんだよ。臭いんだけど、なんか食べ物だから結局。あ、ドリアンも食べ物か。結局は
でしょ、臭いけど全然全然俺の口の方が臭いんじゃない効果音みたいな臭いけど全然ですよね。ドリアンが一番臭かった俺、ドリアンが一番マジ臭かったっすよ。じゃあテレビの芸人さんはこれやらせってことで大丈夫？大丈夫この綺麗な眼差し映してやってください綺麗な最後まで見てくれてありがとう。テレビはやらせなんかじゃありません。俺の鼻が腐ってただけです。でも俺はドリアンと豆腐以外はそんなに臭くなかったな。魚は臭かったけど魚だもん。次回のスカイピースはお待たせしました、100年後も忘れないライブ王の MV フル公開です。そんじゃまた明日もよろしく。ピース。臭いね、これが急に来たら。あのレベル5で入ったから俺たち。ハードル上げすぎた、この子のみんな。今ドリアンっすね。最後ドリアン行きましょう。パキシマト臭すぎて管理人さんダメだったもう嗅げないの？もう嗅ぎたいよ俺中毒だもん、ドリアン。